皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。やぶもさん失礼いたします。今日はねスペシャルキャンプといいまして、僕が所属しているフュージョンパンプスクールで行う桑原のコブ特化について説明と少しワンポイントアドバイスしていけたらなと思うのでご視聴ください。お願いします。ちょっと眩しいんでゴーグルつけます。シャキーン。コブ特化は名前の通り不整地、コブ種目に特化したレッスンになります。普段のレッスンでは整地を滑っていきながらコブに導いていくようなレッスンをするので、今回はほぼコブにしか立ちません。移動中もコブがあればコブに入るぐらい、その中でどういうことを学べるのかなっていうところをお勧めしていきます。一つ目ですね、コブの中でのポジショニング、スキーへの荷重する姿勢を学ぶチャンスとなります。結構コブの中で急斜面、緩斜面、急斜面とすごく地形の変化がある中で、皆さんバランスを崩してしまったり、内足に荷重してしまってスキーが発射してしまったりとか、外足荷重でいい姿勢をキープすることができなかったりする人いるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。そういう人にコブの中でのバリエーショントレーニングですね、コブをただ滑るだけではなくて、コブをいろんな角度からアプローチして滑走して、自分のスキーに対する荷重姿勢を良くしていくレッスンになっています。2つ目は、コブを滑っていたら衝撃を受けたことはありませんか。そういう時に皆さんはすぐ恐怖心でポジション、姿勢を崩してしまっていると思うので、そういう方に今回は自分がコブの中で接してない時間ができたとしても、しっかりと安心して滑っていくっていう技術を身につけてもらう練習メニューが入っています。3つ目、ライン取りですね。普段皆さんは溝に木をはめて滑っていく滑走が多いと思いますが、整地の中でバリエーショントレーニングすることによっていろんなコブの通り方をするので、トップを溝に刺していったりとか、いろんな滑走テクニックを学べる場でもあります。4つ目は曲げ切り返しですね。コブの頂点から裏にかけて急斜面に入ります。腰の位置を谷に向かって落下させながら切り替えを行って、コブの裏に入っていく運動が必要なんですけども、それができずにこう宙に浮いてしまう方がコブの中で多いのかなと思います。しっかりと脚部を曲げていきながら次のターンに入っていく、そんな動きを学べるキャンプになっています。参加はしています。では実際にコブ斜面見たときに、僕が今立ってるところですね。ここはコブのコーナー、溝の最後の地点なので、コブの頂点と言いますね。ここが急斜面になります。この急斜面になったときに、皆さんはスピード出したくないからということで、山側に自分がいるようになっていて、内足に乗ることが多いです。外足に乗んなくちゃいけないところ、外足を吸収ここでしているので、伸ばさなきゃっていう意識が強くて、自分の持ってる外足への体重のエネルギーを一瞬で伸ばしてしまうから、結果的に途中から内足に乗っています。なのでワンポイントアドバイスするとしたら、意識というと自分の外足への荷重は常に膝を曲げて、曲げ荷重でコブを落下していく、これがものすごく大事です。外足の膝ですね、がしっかりと曲がっていて、しっかりと外スキーに対して圧が抜けないようにコブの裏を滑るということをしっかり意識していただくと、スキーの走りが知らなくなっていったり、急斜面の中でもスキーのインエッジに対しての重みが出て、雪面をしっかり削ることができます。意識してみてください。
この動きをしっかりとマスターすることによってコブの頂点から裏側に向かって突きを張り付かせて接接する滑りができます。この動きをまず今回のキャンプでは学ぶことができ、外足への荷重のポジショニングがすごくスムーズになって滑走が楽になると思います。ぜひ習得してみてください。今回動画を見て思った感想だったりコメントをね、ぜひぜひしてください。こんな動画見たいなとか、こういう滑り見たいなとかいう、まあ、要望とかもあったら、まあ、できる範囲答えれたらなと思うので、コメントしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。楽しいスキーライフを。バイ。